れだけど、ちょっと美女がアゲアゲなので、可愛い服着ようかな。どうしよう。可愛い服着てくる？どうしようどうしようどうしよう。ちょっと探してくるね服。あ、よしみつさん、お疲れ、ありがとうございます。そして服ありがとうございます。あ、やばいやばいやばい、間違えた、誤操作しそうになっちゃった。ちょっとなんか服見てくる。よいしょ。からパーカーを着ようと思います。よいしょ。あんま変わんないかも。ピンク、いやピンク欲しいですよね。うん、良きです。画面もね。あの上からね撮りましょう。よいしょ。あ、マシさんかわいい、ありがとうございます。しじまるさんかわいい、ありがとうございます。ニケネコさん、猫ありがとうございます。よいしょ。モバメ送ったんですけど、なんかまた送信のところに戻ってしまって、なんか何回か10回くらい送ったんですけど、どうかな、届いさっき来た。あー、よかった、ちゃんと届いてよかったです。よかったよかった。もうこれショールームで聞こうって思って心配でした。マデさんお疲れ、ありがとうございます。マキちゃん、クマありがとうございます。清水のりさんお疲れ、ありがとうございます。ちょっとフリフリの可愛いでしょ。あ、ちゃんと来てたんだ。え、何個も同じの届いてない？大丈夫？すごい何回も送り直しちゃった。今日は僕の太陽公園の前座に出演させていただきました。ありがとうございました。今日はソララと一緒に前座でした。のん
ちゃんも見に来てましたね。のんちゃん、今日はもぎさんが通常公演ラスト。だったみたいで、のんちゃんが見に来てましたよ。ひろもんさん、お疲れありがとうございます。今日もぎさんが、もぎさんとお会いしたんですけど、したらポテってたくさん呼んでくださいました。嬉しいですね。19日ですっけ。1月19日寂しくなりますね。あとなんか春コン、なんかさっき X で発表されてるの見て、あ、そうなんだ、そうそうなのかって思ったんですけど、なんか、あ、え、コンサートタイトル決定したんだ。AKB48 春コンサート2024昼の部、未来が目にしみる。夜の部、涙はいつの日か。え、めっちゃいい。柏木由紀さん卒業コンサート、17年間歩いてきたこの道、すごい。で、そう、夜の部、春コンの夜の部で岡部凛さんと小田恵里奈さんの卒業セレモニーが開催されるみたいです。知らなかった。ソララとポテトソラダ得です。ん、ポテトソラダが喜びますね。ソララが小田恵里さん好きなので、で私が岡部凛さんのこと好きなので。しゅんごさん、一個ありがとうございます。今日もね、ソララと、もう最高だよねって話してました。その私が岡部凛さん好きって話と、ソララが小田原さん好きって話をずっとしてました。前座の待機中に。1月22日まで春コンのチケット応募されてるみたいです。さっきソララと連絡してたんですけど、次のお話し会、まだ日付決めてないんですけど、なんかソララとお揃いやることになりました。なんかソララまたお揃い
そう、嬉しい、誘ってくれた、そららが。ちょっとまだオンラインか握手会どっちでやるか決まってないんですけど、今ショールームしてるのでお返事ができず、終わった後に決めようかなって思います。またツイート X します。あ、落ちちゃった歯ブラシが。テロップつけよう。中ですの方がいいか。はい、できました。そうだ、明日はただいま恋愛中公演、新年一発目です。多分新年一発目ですよね、ただいま恋愛中公演。意外ともう2週間、まあ2週間くらい、新年一発目なので気合い入れていきたいと思います。なんかいろいろ変更あったりするんです。変更っていうかゆきたんが出れなかったり、まあゆが代わりに出てくれたりするんですけど、みんなで頑張りたいと思います。私もなんかソロで歌ったりするとこあるのかな。ゆきたんと歌うとこだから、クマのぬいぐるみとかオンリーテレとか、あんまゆきたんと歌うとこ少ないかも。オープニングくらいかな。結構眉遠い気がする、分かんない、気のせいかな。イブイです、うちの。よしよし、ちょっとねこう載せておきます。うちの子、うちの子でーす。これは一番くじで引きました。これは一番くじの子です。あ、多分これがなんか A 賞とかで、これがラストワンかな。そう、めっちゃ可愛くてお気に入り。EV 系の一番くじがあったら引いちゃいます。
え、ホタちゃんもポケモンみたいって、それどっちの意味です？進化させない方が好き、イブイが好きです。それはちょっと嫌ですね。カビない、ピカチュウとかいます。ピカチュウとポチタ、尻尾がでかい。え、イカネズミかわいいよね。私も靴下買っちゃった。イカネズミと、あ、キバゴいっぱいいます。うちにはキバゴの箱とマカロンがあります。明日の公演が終わったらオンラインお話し会ですね。もうラストなんですよ。早い。え？だ、あれ？タワー？ありがとうございます、ケンタさん、嬉しい。なんで？ありがとうございます。タワーありがとうです。いつもありがとうございます。じゃ、スクショさせていただこう。ケンタさんありがとうです。嬉しい。ピースとりあえず今年一発目、お、ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。嬉しい、ありがとうです。本当に明日は TikTok も投稿しようと思います。18時ごろ、公演始まる前に投稿しようと思うので、よかったら見てください。ねえねえ、ちょっと皆さんにおすすめしたいものがあるんですけど、なんか今日私スタバ行ったんですよ。なんかスタバのギフトカード持ってるからスタバ行こうって思って、そこでマンゴーパッションのやつ飲んで、それめっちゃ美味しかったっていう話。めっちゃ美味しかった、マンゴーのやつ。なんかずっとあるじゃんあれで、なんかマンゴーをスタバで頼もうと思ったことがなくて今まで。でも今日なんかちょっとマンゴーをさっぱりしたい気分だったから頼んだら、それがめっちゃ美味しくて、もう明日も公演前に買っていこうかなっていう気持ちです。
ちゃ美味しかった。なんかちょっとジェラートじゃないな、氷、あとね、ストロベリーラベンダーティーラテっていうのがあって、限定なのかな、それも気になったけど、今日はとりあえずマンゴーの気分だったのでマンゴーにしました。マンゴーパッションティーフラペチーノ、あ、そうなんだ、フラペチーノ、フラペチーノってどういう意味なんだろう。でもね、美味しかった、マンゴージュースって感じでマンゴージュースでした。ちょっと高いかも、私はギフトカードで買ったからあれだったけど、500円はするね。スタバだから、スタバだからしょうがないよ、高いのは。スタバはそんなもんです。して握手会の次の握手会のおすすめの日、ぜひ3月24日のオンラインの波動 T シャツ着る日来てくださると嬉しいです。おすすめの部は5部、おすすめです。ぜひ来てください。なんか次の波動レイナン3月24日の5部、デイで続いてるじゃないですか。デイ2デイ3デイ4デイ5とか、その中でもやっぱ私が出ない日、出れ出演ない日とかはショールームで実況配信ワオライブ見ながら実況配信しようと思ってるので、みんなでエナジーとかパラメーターの応援をできたらいいなと思います。スケジュールが空いてたらします。1月29日は今のところね空いてるっぽいので、今のところしようかなと思ってます。キャプテンだしねキャプテンだからね、しようと思います。皆さんで応援しましょう。18時から8時半頃までかな。ちょっとわかんない、ワンチャン入る説ある、レッスンとか。うん、18時台はね結構入りそうな気がするよ。ね、でも応援したいからできるだけレッスンで入ったらちょっとね、キャプテンとしてやっぱね応援したいと思ってるので見守りたいし、あ、でもカスミン出るからレッスンはない説。あ、他の子たちも出るし、
あ、レッスンない説出てきた。そう、優勝できるように応援しましょう。D3 申し込んだ。 D3 見に来てほしいですね。ぜひ D3 優勝したいですね。いつまでなんだろう期限。いつまでなんだろうな。自分で見たらいいか。ちょっと見てみます。申し込みと当落の日気になるね。リツイートしてたはず。うん、あった。じゃあ2試合は出たくないです、あんまりって言ったらね、キャプテンのくせにとか言われるかもしれない。これさ、でするのもあんまり2試合出るの疲れるんですよ。ですよ、あんまり出たくないですね。2試合でも普通にナルタを3試合見たいっていうのがあるので、ちょっとね、シトウさんかクラノーさんに2試合出ていただいたらな。もしね、2試合お二人方ともあれだったら私が出ますけど。普通に見たいです。あの普通に見るの楽しいんで、いつもなんか自分のチームの試合見れることがないので、見たいです。普通に見させてください、私に試合を。チケットの抽選が今日は1月18日16時以降だって。来週まだまだですね。今日が11だから。だらそうなんだから DD 席申し込むのもありだと思うんですけど、 DD 席ね、遠いですよ結構。なんかいつもなんか壁ないみたいなとこになんかちょっと埋め込まれてるっていうか、多分ね見づらくないのかなっていつも思ってるんですけど、全然それでもいいよって言うならいいんじゃないですか。でもね、うん、DD 席は前列とかはなく、もうなんか
後ろのさらに後ろみたいなところだから、せっかくなんか離席もね、座席数が少ないので、ぜひ応募するなら絶対、せっかくなら普通のチーム席応募した方がいいかもしれない。なんか機材席みたいになってる。チーム席はわかんない、いい席、チーム席の方が見やすいんじゃないですか、私的にそう思うけど、遠そうだなっていつも思いながら見てる。チームで用意されてる座席の方が多いからね。この初戦波動初戦ね、1月昨日か、もうなんか曜日感覚日付感覚が分かんなくなってきちゃった。昨日たくさんねファンの皆さんが来てくださっててめっちゃ嬉しかったです。たくさん応援してくださってありがとうございます。たくさん会えた、なんか思った以上になんか皆さん来てくださっててびっくりした。あ、そう、よくお気づきで、ボール回収の時のマスクがなくなったんですよ恥ずかしいけど、だからマスクないですですはい、マスクがなくなりましたよって、こうやってねいろいろ緩和されていくんですね。恥ずかしい。でもそう、そして昨日波動してですね、筋肉痛になりました。また痛いです、腕と太ももと筋肉痛です。なんか気持ち背中も痛い、バキバキです。劇場公演でどれだけ昼夜踊っても筋肉痛にはなりませんけど、波動ね、6000、昨日6000くらいしたんですけど、では筋肉痛になります。できる限り省エネで動きたいんですけど、やっぱり波動はエネルギーを使いますね。
髪型何にしようかな。オンラインお話し会の、あさって。本当にでも最近このここが伸びてきていい感じに なってきましたね。この前ね切りすぎちゃったんですけど、今いい感じですね。ポニーテールはごめんなさい。1月14日のオンラインはハーフツインとかしよっかな。あんまっていうかしたことない。最後の日だし特別。なんかうまくできそうだったら1月14日ハーフツインにしよう。もうねこの日は事前に撮ってくださってる方しか来れない日なんですけど、あでもなんだったっけ、おしましできる気がします。2、3、4部でしたっけ。私2日間とも3部、ワンショットの日、ワンショットの部が多分おしましできますのでね、もしあれだったら待ってます。あと13はそらららとお揃い。多分2人とも同じ髪型したいから下ろすかな、髪の毛ストレートでいきます。EV おめちゃん持ってる、かわいいですね、かわいいね。うち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 動かないかな。これ等身大なのかな、かわいい。あ、手の跡ついた。なんかポケモン？なんか全長何センチとか書いてあるじゃないですか。あれよくわかんない。だから何センチって書いてあるけど実際にいないとどれくらいかよくわかんない。イブイもっと小さそう。でもワンちゃんくらいの大きさ。え、かわいいね。わかんない、進んだいかどうか。なんかしようと思ったんだけど何をしようと思ったか忘れちゃった。でも明日はちょっと早く家を出て
コスメ買いに行こうかなと思ってます。なんかね、もう下地がなくなるんですよ。ちょっといい下地買おうかなと思ってて、でも高すぎて迷うんですよ。でもすっごいねいいんですよ。なんかめっちゃいいんですよ。でもすっごい高いんですよ。だから迷ってます。買うどうしようかなと思って、ちょっとね今私ポルジョ使ってるんですけど、ポルジョもちょっと高いかな。ポルジョの下地にするか。ポルジョでも3,000〜4,000円くらい。いいですね、ポルジョもめっちゃ。クレドポーテの下地買おうかなって思ってるんですけど、めっちゃ高いんですけどめっちゃいいんです。どうしよう。え、どっちがいいと思う？わかんない、高いんだもん。7000円だって。7150円、高すぎん？いやー、ポルジョにするか。うん、ポルジョにしよう。ポルジョにしよう。40g しか入ってないの？ポルジョ何円だろう。ポルジョは4000円だ。30ml。40g。30ml と40g。どっちがいいんだろう。クレドポおすすめ。ね、いいよね。私この前ねメイクさんにボムの日、ボムを撮影させていただいた日にメイクさんにそのクレドポウォーテの下地貸していただいて、なんでこんなに肌がしっとりするのって思ったんですよ。もうすごい肌がいいって感じになったんですよ、このクレドポを使って。もうなんかすべすべ、なんかな、滑らかって思ってんですよ。ただ絶対クレドポがいい。みんな何、そのクレドポを使ってます？可愛い子ちゃんたちは。でも全然今使ってるポルジュも安定はしてるんですよ。でも2倍違うんだよ。私波動旅行に行くお金残しておきたいから、あと服普通に欲しいので、スタバにも行きたいから、あんまりそのできるだけ節約したいんですよ。でもそれを我慢してまででよかったら買おう。迷うな、分かんない。なんか30ml と 40g ってどっちが多いんですか？40g の方が多いの？わかんない、なんかさ単位が違うとどっちが多いのかよくわかんなくて。400ml？
40g、 40ml と 30g。 40ml の方がいい？あ、じゃあ多い。30ml。わかんない、単位が違うとよくわからないです。40、普通に40が多い。あ、じゃあまあ多いならまあいいんじゃないって感じですね。どういうこと？重さの量を比べるなら比量を比べないと。え、どういうこと？分かんない。入ってる量が多い方を知りたい。難しいね。私は明日のマンゴーのことだけ考えよう。比重って読むんだ。難しくて分からないのに聞いて間違いでした。みんなも分からないんだ。ドボンのコメント更新しよう。8月11日。じゃあ麦さんのメモリアルガチャ引きます。充電します。じゃ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 、かわいい。もう充電しよう。あ、え、やばい、見て見て、シークレット3枚。ちょ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 、え、ハーフツインしてるんだけど、かわいいです。あ、全部違うので、あ、嘘、シークレットかぶった。かわいいです。引き終わりました。引き終わってはないけど、あ、すごい、なんか麦さんのカードめっちゃ増えた。シークレット14枚になりました。嬉しい。38枚持ってるらしい。私お金持ちなんでコインたくさんあります。あんまガチャ引かないだけです。でもなんかね、ランキング入ってたらなんか翌月に何位のご褒美ですみたいな声もらえる。お正月ガチャめっちゃ良かった。シークレットしか出ないみたいな。あれもう一回やってほしい。もうお正月だからしょうがないよね。
もう23時22分になりました。ではここまで見てくださった皆さんにアボガドじゃねえし歌おうと思います。今日は前座だったのでアボガドじゃねえしを前座でさせていただいたのでアボガドじゃねえしです。急にではない。あれ難しいんですよね歌うの。なんかいつも難しいなと思いながらアボガドじゃねえし、アボガドじゃねえし踊るのもねちょっと大変です。一曲踊っただけでもなっちゃいます。二人で歌う曲、あ、私自分の歌うとこ以外あんま分かんないかも。切り抜きしないでください。はい、こんな感じでもう26分になりましたね。マジでやめてくださいね。マジです。これは振りとかじゃなくてマジでやめてください。ブロックします。ブロック、通報通報します、警察に。ではそろそろライブランキングを読ませていただきたいと思います。
ばい、目が乾燥した。では行きます。13位ジップさん、ありがとうございます。12位ヨンちゃん、ありがとうございます。11位シュンゴさん、ありがとうございます。10位ミケネコさん、ありがとうございます。9位イミロンちゃん、ありがとうございます。8位清水のりさん、ありがとうございます。7位ワデさん、ありがとうございます。6位ヘラモンさん、ありがとうございます。5位ジジマールさん、ありがとうございます。4位マキちゃん、ありがとうございます。3位マイチさん、ありがとうございます。2位ヨシミツさん、ありがとうございます。そして1位はケンタさん、ありがとうございます。そしてケンタさん、ありがタワーです。ありがとうございます。新年一発目タワー、しーはーい、今日も配信ありがとうございました。明日は公演終わり、配信できそうならしたいと思います。どうなんだろう、23時ぐらいかな、10時半か23時頃かなになるかな。いや嘘、明日はなしでお願いします。明後日のオンラインお話し会が地味早なので、はい、土日にまたショールーム配信したいと思います。明日は TikTok ね投稿しようと思ってるので、そっち見てください。投稿時間は18時頃になります。よろしくお願いします。ぜひ、あ、明日誰が来てくれ、明日来てくださる方よろしくお願いします。ぜひね、ただまレンズ配信の方でも待ってます。そして今室長公演1月24日の応募あるので、よかったら待ってます。この後自撮りしてリバースで送りつけます。なんか今日いい感じだから、ではでは、おやすみなさーい。あと金曜日か。良い花金ライフを。なんか言い忘れたことないかな。ではでは。おやすみ。握手会とオンラインお話し会も待ってまーす。明日のお昼12時まで受付中です。気になってくださってる方はぜひお忘れずに来てください。おやすみ。リバースで会いましょう。バイバーイ。